それでは続いてのチームをご紹介いたしましょう。続いては兵庫県加古川市から参加してくださいました弁の皆さんです。メンバーは小学生から超元気すぎるシニアまで個性豊かなメンバーで結成されています。毎年5月に開催されている加古川おどんこ祭りで昨年大賞を受賞。その勢いのまま本日さぬきに上陸をいたしました。それでは踊っていただきましょう。弁の皆さんです。ああ、困ったな。ああ困ったな。俺の一番大事な友達がジャイアンにいじめられとんね。俺がそれ見てもほんでな、もし俺がやめてくれって言うたら俺がいじめられるかもしれん。どないしたらええやろな。困ったな。言おうかな、見てなかったことにしようかな。悲しいかな。人間たちよ、見ざる言わざる聞かざる、まことの意味は差にあらず。わしは播磨の猿の神、今宵蓮に宿りて導き候。
兵庫県は横浜から駆けつけてくださいました弁の皆さんでした。